ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上尚弥は、9月3日に東京、有明アリーナで、元 IBF 世界同級王者 TJ、ドヘニー、との防衛戦に臨みました。事前予想では多くのファンや専門家は、井上選手の勝利を予想していますが、ドヘニー選手の実力も軽視できません。井上選手の所属する、大橋ボクシングジムの大橋秀幸会長も、ドヘニー選手の実力を非常に警戒しており、ドヘニーの怖さはネリー以上のもの、と述べています。世界中が注目する中行われた世紀の一戦は、衝撃の結末となりました。というわけで今回は井上 VS ドヘニーの内容と、試合を見た元世界王者たちの反応、ご紹介していきます。ぜひ最後までついてきてくださいね。先に軽量台に乗ったのは王者、井上選手。バキバキの肉体美を披露しながら、一発クリアしました。対するドヘニー選手は、これまでとは打って変わって、げっそりとした様子でしたが、55.1kg で一発パス。恒例のフェースオフでは、挑戦者陣営から、TJ、の規制も上がった中、井上選手は4つのベルトを持ったまま、19秒睨み合い、終了後は互いに笑みを浮かべながら握手を交わし、ドヘニー選手がモンスターの頭、撫でるシーンもありました。井上選手はこれまで試合当日に7キロ前後戻してきましたが、ドヘニー選手は12キロほど増量した過去があり、今回も試合時の体重が一つの焦点となりました。陣営の大橋秀幸会長は、背中が大きいですね。会見よりげっそりしていた。と驚きつつ、良い落とし方なのでは、明日はどれくらい戻すのか楽しみです。と印象を取ろう。そしてこう続けます。でかくなっても筋肉ではなく水分ですから、大きくなればデメリットになる。体重差は関係ないでしょう。前半に動けても終盤は厳しいのでは、前半に仕掛けてくるのではないでしょうか。ただ、初回に勝負を、仕掛けてきても大丈夫、裏を変えても対応できる準備ができています。そして、井上選手も計量後に取材対応しました。ドヘニー選手の印象について、だいぶ水を抜いたなと、だからこそあれだけリカバリーをして、10キロも戻るのかなと思う。ただ、自分相手に10キロ以上も戻したら、ボクシングはできない、階級制の競技ですが、体重があればいいわけじゃない、と指摘しつつ、そういうのを含めて、ボクシングというものを見せたい、と体重差は無関係と強調しました。スーパーバンタム級4試合目の井上選手は、5月に東京ドームでルイス・ネリに6回 TKO 勝ちして以来の試合、KO 勝ちなら世界戦9試合連続となり、自身が2019年5月に記録した8試合を上回る日本人最多記録になります。世界戦通算勝利数が23になれば、井岡、カズと選手を抜いて日本人単独最多。8月31日の公式会見では、見るからにでかい、そんな相手だからこそ KO したい、と挑戦者の印象を明かしていました。試合前の予想で、プロボクシング元 WBA 世界ライト級王者の畠山、高野氏が27日、自身の YouTube チャンネル、ぶっちゃけチャンネル、を更新し展望しました。畠山氏は、井上チャンピオンだから油断は決してないけど、彼は練習もしっかりして、東京ドームでタイソンが負けた時は、全く練習してなくて、公開スパーリングでダウンしたりしてるわけ。そういうのがあったりして、結果的にタイソンは負けるべくして負けた。井上チャンピオンに限っては、そんなことはまずないと思う。練習不足ってことはまずないと思うけど、あの井上チャンピオンだって、ネリから1ラウンドにダウンを食らった。前回。だから意外と怖い試合かなと思ったりもすると警戒していました。パワーと経験のあるドヘニー選手ですが、37歳でピークは過ぎており、26勝4敗のうちの1敗は2023年3月にグッドマン選手に喫したもの、グッドマン選手の代役としては力不足を指摘する声もあります。井上の調整が万全となれば圧倒的有利は動きません。怖いのは油断と出会い頭のカウンターをもらってワンパンチで倒されるパターンだけです。焦点はモンスターが何回でノックアウトするかと言っていいでしょう。ネリ戦はまさかのダウンを喫してハラハラしましたが、ドヘニー戦は世界を驚かせるような完璧なノックアウト勝利を期待します。この試合、我々はどんな光景を目にするのでしょうか。ここからは試合を分析していきましょう。1ラウンド、サウスポーのドヘニー選手は開始から慎重に井上選手の出方を伺います。井上選手も最初の1分は、パンチを出さずに様子を見ます。中盤にドヘニー選手の左ボディーブローが先制だも、井上選手も右強打を2発返します。1分50秒過ぎに井上選手が右ボディーブローを決めます。ドヘニー選手は警戒して手数が少ないです。2ラウンド、ファイターのドヘニー選手が、右ジャブを出して距離を取ります。井上選手が右ボディーブローが決まります。1分過ぎに井上選手の右ストレートが、ボディーにヒットしてドヘニー選手の頭が、ロープの外に飛び出します。2分過ぎにドヘニー選手の左ストレートが浅くヒット。終盤に井上選手がドヘニー選手を、コーナーに詰めて連打。ドヘニー選手は左を狙いすぎか、手が出ません。3ラウンド、井上選手が左ジャブをついて、ドヘニー選手を追います。40秒過ぎに井上選手が右ストレートをヒット、ドヘニー選手の3連打は全てかわします。中盤にドヘニー選手が井上選手のボディーへ連打、終盤に井上選手の強烈な右が、ドヘニー選手の顔面とボディーに決まります。4ラウンド、井上選手が左ジャブをついて前に出ます。ドヘニー選手は左をボディーへ伸ばします。50秒過ぎにドヘニー選手の左ストレートが2発ヒット、2分過ぎに井上選手の右ボディーストレートで、ドヘニー選手がコーナーに下がります。
終了間際に井上選手の右ボディーブローが強烈にヒット。ドヘニー選手は大丈夫だと手を振ります。5ラウンド、井上選手が立ったまたインターバルを過ごします。開始から井上選手はガードを固めて下がってドヘニー選手を誘います。しかしドヘニー選手は打ってきません。中盤からドヘニー選手もパンチを出し始めます。井上選手の左ボディーブローが決まります。終盤に井上選手の左ボディーブローが決まります。対するドヘニー選手も打ち返します。終了間際にドヘニー選手の左フックが決まります。6ラウンド、開始から両者ともパンチを繰り出して打ち合います。40秒過ぎから井上選手の右ストレートボディーブローが決まります。中盤に井上選手の右ボディーブローでドヘニー選手の腰が折れます。中盤から井上選手の右が顔面に再三ヒット。終盤は井上選手のボディー連打でドヘニー選手の動きが止まります。7ラウンド、開始から井上選手が猛ラッシュ。ドヘニー選手が突然腰を押さえて崩れ落ちます。腰を痛めた模様で、そのままレフェリーがストップ。 TKO 勝利となりました。結果は井上選手が挑戦者を7回16秒 TKO 勝利で退けて4本のベルトを守りました。デビン・ケイニーと並び、歴代2位となる4団体統一王者としての2度目の防衛成功となりました。最後は予想外の結末でした。注目の次戦以降について、リング上で米プロモート大手トップランク社のボブ・アラム CEO が、年内にはここ東京でもう1試合して、来年にはラスベガスで大きなイベントを開催したいと思いますと公言。次戦12月は東京、来年はアメリカラスベガスでビッグマッチというプランが明らかになりました。これで世界戦通算勝利数は23勝に積み重ね、元4階級制覇王者井岡一翔の22勝を抜き単独1位となりました。そして歴代の世界王者の中でも元3団体統一ミドル級王者ゲンナジー・ゴロフキンと並んで現役最多となりました。世界でただ一人となる現役の4団体統一王者、6戦連続の世界王者経験者撃破でボクシングの歴史と新たなモンスター伝説を刻んでみせました。ここで両選手とボクシングレジェンドからのコメントを紹介します。まずは井上選手です。まず平日の足元の悪いお忙しい中、皆さん会場までお集まりいただき本当にありがとうございました。今回テーマとしてボクシングを丁寧に組み立てる、しっかりボクシングというものを理解して組み立てるように今日は意識をしました。内容と結果通して皆さんが満足するような、期待していたような試合内容ではなかったと思うんですが、長く試合をしていればこういう試合もあるということで、また次に期待していただきたいなと思いますなどと、試合直後とは思えないほど冷静にダメージゼロとも言える口ぶりで述べました。また12月楽しみにしていてくださいと次戦の予告もし、会場を沸かせました。大橋ジムの大橋秀幸会長は、試合内容は1回からプレッシャーをかけて100点に近かったと称賛しました。試合翌日、傷一つない顔で会見した井上選手は、前夜はあまり寝つけなかったと明かしましたが、試合のダメージはないですときっぱり、映像を見返して陣営の作戦通り慎重に冷静に徹底してできていたと自身を評価し、まだそこまで分析できていないが、ドームでの1ラウンドからああいう形になったと慎重だった序盤について説明しました。父慎吾トレーナーも慎重に丁寧にやってくれたのでよかったと思うと合格点を与え、ダウンのシーンについてはダメージの蓄積でああなった、いい試合だった、いいタイミングで当たりかけていたパンチもあってずっと怖かったと分析しました。次はドヘニー陣営です。ドヘニー選手は治療のためインタビューができず、トレーナーとプロモーターのコメントになります。最初にトレーナーのコメントです。怪我の状態ですけれども、今現在は大丈夫です。医師の診断を受けまして休んでいるところです。第7ラウンドでの結果のように見えましたけれども、その前に痛めていた神経が少し痛んでいたと思います。コンビネーションで出した3発のパンチがダメージだったというように見えたかもしれないんですけれども、その前のラウンドでもすでに痛んでいたというところで、あの後に本格的に痛みが出てしまったという状態です。次にプロモーターのコメントです。まずはじめにですけれども、こんなにたくさんの記者の方々が試合後の記者会見にも参戦参加していただいてるということで大変びっくりしました。日本は素晴らしいボクサーを、井上選手をはじめとしてたくさんのボクサーを擁する今、大変盛り上がっている時期であるということもこちらの会場を見てわかります。今はトレーナーのヘクターさんからもあった通り、リカバリーに言い尽くしているところです。腰の神経の方にパンチ当たったというところで痛めてしまったのが6ラウンド目。そしてこんなに戻ってきてから、もう一旦しっかりと立て直して戻れると思ったんですけれども、7ラウンド目にさらに痛みが悪化してしまったというところでした。TJ からメッセージがあります。もし明日残り6ラウンド、続きができるようならば、本当にやってみたいぐらいの思いで今います。私たちの感想ですが、結果はどうあれ、私たちは TJ ドヘニーという選手に対して大変誇りに思っていますし、ここまで日本で連戦を続けていたところ、一つ黒星がついてしまったというのは残念な結果です。けれども、彼の果敢にも攻め続けた姿勢というところは大変誇りに思っています。37歳とはいえ、まだまだたくさんこれからのキャリアと試合ができると思っております。
今日の試合を見ても彼はチャンスをものにしようと努力を続けました。アウトボックスして3ラウンドから4ラウンドに関して言いますと、井上選手に戦略の変更を強いる場面もあったと見ています。世界最高のトレーナーについて、ここからも練習を重ねて、そしてこの経験をまた糧にして頑張っていけると思っています。得意なくすがすがしい様子でした。続いてレジェンドたちのコメントです。元 WBA 世界スーパーフェザー級スーパー王者内山隆氏は自身の YouTube チャンネル内山隆チャンネルでこう語ります。今日はね、かなり慎重でしたね。やっぱり練り戦である程度勢いで行ってしまってよくないっていう風に思ったのかも、もしくはドヘニーが思った以上にやりづらかったのかもしれない。後ろ重心でスタンス広げて、後ろ重心で何か狙っカウンター待ってるよみたいな振りをずっとするから、だからそこに対して井上尚弥もちょっと警戒して序盤踏み込んでいかなかったのかなっていう感じもした。1ラウンドなんかほとんど手が出なかったんで、いや警戒してるのかなって。どっかの一撃当たりってのはやっぱ絶対あるんで、仮に1ラウンド手を出さなくて万が1ポイント流れとしても多分そんなに気にはなんないんだろうなっていう感じでした。7ラウンドボディの攻撃いったらドヘニーが背中に当たったみたいなアピールして座り込んだシーン、レフリーがもうダメみたい、試合終了ってなっちゃったんですけど、ぶっちゃけあれってもう飲まれてたなって。直也の圧力に飲まれて最後多分倒されたくなかった、そこでね、ちょうど背中も痛いしみたいな感じっぽい。多分このまま行っても厳しいなって本人は絶対ドヘニー自身は思ってたと思うんですよね。だからもう何か理由にして、ちょっともう本当は戦えるんだけども背中とかなんかちょっと痛くて無理だみたい、腰が痛いみたいなっていう感じにしか見えなかったと、 TKO は不慮の事故ではないという持論を述べました。最後に元プロボクシング世界王者のタレント竹原慎二氏と渡嘉敷勝男氏です。2人は4日フジテレビ系番組にゲスト出演、3日に行われた井上選手の世界4団体統一スーパーバンタム級防衛戦について言及しました。番組オープニングで井上 VS ドヘニー戦の VTR が画面に流れました。 MC から、ボクシングは昨日最終的にはアクシデントもありましたが井上選手完勝と言っていいですかと振られて、竹原氏はあれは強いっすねと首を横にかしげ、渡嘉敷氏はレベルが違いますねとうなります。相手3連続 KO のすごい選手ですよ、それがあっさりですからねと渡嘉敷氏が話すと、 MC から井上選手は何が違いますかと尋ねられた竹原氏は全て違いますと答えると、ざっくりとした表現に対しすかさず MC は元世界チャンピオンとは思えない解説とやゆいます。ニコニコ笑いながら竹原氏はもう努力もすごいでしょうと付け加え、渡嘉敷氏も腹立つのは顔もいい男前じゃないですかとスタジオを笑わせました。 MC 神田愛花から同じ時代にいたら勝ててるんですかという質問に対し、竹原氏は階級によりますよねと無難に答えると、渡嘉敷氏は負けるとは言えないじゃないですか、チャンピオンだった時はね、今から考えると絶対勝てないですよ、世界で一番ですよ、世界のスーパーチャンピオンの中の一番ですよと井上の4団体統一王者の厚みを語りました。ということで今回は井上 VS ドヘニーの内容と試合を見た元世界王者たちの反応をご紹介してきました。派手なダウンシーンはありませんでしたが、井上選手の強さを見せつけた試合だったと思います。チャンネル登録高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。